はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はタークスの本気レベル4のミッション同時コンプの攻略解説やっていきたいと思います。今回難易度めちゃくちゃ低いですね。こんなパーティーでも楽々いけちゃいました。まず今回セトリスの反射ホーリーをやっていきたいと思います。1ターン目はジェシーを使いまして、とっておきの爆弾を使っていきたいと思います。発煙弾ですね。発煙弾を使って命中デバフ、そして分身2回を味方全体に。この時ジェシーにはカードを開けているので開幕 LB 使えるようになってます。もし開幕 LB 使えないよという方は LB ゲージ回復なんかを2回使った上でこちらの最後の発煙弾を使ってください。で、ビックスは1ターン目やることないのでダブルを使ってバーストストーンの上昇率と LB ゲージ回復を行ってください。で、これは星6エアリス、まあ、星5か、まあ、星5エアリスに関しては第1の息吹を使いましてステータスのダウン耐性 100% を味方全体に貼っていきます。バレットは裏から使ってカバウを発動させていきましょう。テトリス、通常の LB を使って光付与、光の威力アップとステータスバフを味方全体にかけていきたいと思います。まあ主に自分のためといった形になっております。これで一応その他ダメージ以外はほぼほぼダメージを軽減するようになっておりますのでやっていければと思います。こんな形ですね。で、ラスト2ターン目はエアリス使って、カーバンクルリフレクを反射させていきたいと思います。違うね、リフレクを貼っていきたいと思います。で、ジェシーは LB を使って防性87デバフと全属性の 120% デバフを入れていきましょう。そしたら、エアリス、ホーリーを選択して、まあ誰でもいいけど一番はまあエアリスかバレットどっちでもいいのでターゲットにして、エアリスを押した6秒後にビッグサンデッジを押していきましょう。4、1、2、3、4、5、6の時点で押すと、まあいい感じ、最後28チェイン目にホーリーが入るかなと思います。最後ドンと、あ、ちょっと早かったかな？まあこれでも、チェインが少しだけってか最初の一発が入れば、めちゃくちゃ余裕で倒せます。装備の紹介やっていきましょう。まずセトリスでむちゃくちゃな装備構成となってます。まず精神の値は4519。続いて MP の値は、1954。装備に関してはもうめちゃくちゃ緩い。で、アビリティに関してもこんな形。もうマーメイドを持ってる方は、フリージアのスパトラ採用してください。こちらは星5フリージアのトラマスを使っております。2つ入れておきました。あとは1キラー 75%、そして MP と精神が上がる古代種の遺産を使っております。ビジョンカードは、華麗に変身を使いまして、精神の値、そして MP に 20%、まあもう1個 20% があるので、合計 40% のビジョンカードとなっておりました。続いてバレット。バレットは BS5 引き付け回避 100% の装備構成となっております。続いてジェシー。ジェシーはバハムートシナジーだけ、そしてビジョンカードにこの命にかけて、開幕 LB ゲージを満タン貯められるようにしておきました。続いて、ビッグサンドウェッジを見ていきます。ビッグサンドウェッジは二刀流かつ戦うの効果が2回になる先行のスカーフのみ、そしてバハムートシナジーとなってます。で、最後はエアリスもバハムートシナジーだけといった装備構成になっておりました。いかがだったでしょうか？今回難易度は少し優しめのタークスの本気。皆さんもぜひ反射ホーリーで攻略してみてはいかがでしょうか？最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあ、またねー。